編成フラッシュの時間です。便利さや効率を追い求めないスローライフについて考えようというフォーラムが十津川村で開かれました。この催しは豊かな自然と伝統を受け継いでいる奥山とのライフスタイルからスローライフを考えようと開かれたものです。フォーラムでは JT 生命史研究館名誉館長の中村恵子さんが基調講演を行いました。中村さんは不便さに意味を見出して克服しようとする努力がクリエイティブなことを生むと語り、都会にある確一性よりも村が持つ地域や歴史に根ざした多様性がこれから求められると呼びかけました。続いて元総務大臣の増田寛也さんをコーディネーターにパネルディスカッションが行われました。この中ではそれぞれの村地域の個性を大切にすることが奥山と地域の強みになるという考え方などさまざまな意見が交わされ、訪れた人たちは熱心に聞き入っていました。奈良県と中国の陝西省が友好提携を結んで10周年の記念イベントが開催されました。中国の陝西省にはかつて隋や唐の都長安があり、日本から多くの遣隋使や遣唐使が派遣されました。また平城京は長安の都を模して作られたことなどから2011年に友好提携を結んで交流を図ってきました。2021年はこの友好提携からちょうど10年を迎えました。荒井知事は東アジアの平和のためこれからもこの友好関係を続けていきたいと挨拶しました。続いて大阪大学大学院の川上真由子准教授が講演し、遣唐使は天平年間に最盛期を迎え安倍の仲間らが活躍したことなどを話すと、参加者たちは古代における日本と中国の交流について思いを馳せていました。ではお知らせです。消費者トラブルや空き家対策など暮らしに役立つ身近な知識や情報を学ぶ講座を開きます。この講座は消費者として知識や暮らしに役立つ情報を身につけ、トラブルに遭遇したときに自ら対応できる力を養ってもらおうと開かれるものです。講座は全3回で日時はご覧の通りです。第1回は空き家対策について、第2回第3回は消費者トラブルについて学びます。会場は奈良市にある奈良県文化会館です。受講は無料ですが事前申し込みが必要です。はがきかファックスに必要事項を書いて各回開催の1週間前までに申し込んでください。先着順で受け付けます。受講はすべて受講する場合や1日だけの受講などいずれも可能です。詳しくは奈良県消費生活センターまでお問い合わせください。新型コロナウイルス感染防止対策について県民の皆様にお願いです。感染防止対策は何かをできなくするものではなく何かをできるようにするものです。正しい対策を継続し日常生活を取り戻しましょう。換気によりウイルスを含んだマイクロ飛沫を除去することでエアロゾル感染を防ぎます。マスクには飛沫抑制のほか汚れた手で鼻や口を触らないなど複合的な感染防止効果があります。特に不織布マスクは有効とされています。デルタ株は少量のウイルスでも感染することから消毒によって物品、ドアノブなどを介して感染することを防ぎます。ワクチンの発症予防効果は 100% ではなく、またワクチンを接種した方から他人への感染をどの程度予防できるかもまだ分かっていません。感染防止対策を継続しましょう。以上、県政フラッシュをお伝えしました。